女信長は佐藤健一の小説。織田信長の生涯を描いた作品であるが、実は信長は女であったという仮説のもとに作り上げた戦国物語である。2005年に毎日新聞で連載され、2006年6月に単行本が刊行された。また、2009年に舞台化、2013年4月5日4月6日にテレビドラマ化された。 斉藤道蔵は、娘の貴重を嫁がせた相手、織田信長と聖徳寺で会談する。娘婿殿が、噂通りの、うつけであるならば、終わりを奪い取る心づもりであった。信長が女であることを見抜いた道蔵は二人きりになると、信長の処女を奪った。その根物語に、信長は自分の境遇を語り始める。 側室の子に家督を奪われまいとした母の土田、御前によって息子として育てられたこと。弟の信業が生まれてからも、父、信秀は、信長のことを気に入って後継ぎのままにしたこと。そして、戦乱の世を終わらすつもりだと宣言した。男たちは、戦いがしたいがために、戦いを終わらせようとしないと。また信長は、武将個人の能力よりも、鉄砲や競争による、 集団戦の優位性を解き、道蔵は、信秀同様に、信長を理解するとともに、後援者となることを約束した。信長は勢力を広げ、やがて、浅い長政と同盟を結ぶ。信長は、長政の器と体に惚れ込み、いずれは長政に天下を任せてもよいと思うようになっていった。その頃、織田家,家臣の中から橋場秀吉と、 明智光秀が頭角を表し始める。南蛮流の戦法や考え方を身につけ再起あふれる、光秀に興味を抱いた信長は、いとこである貴重と光秀が出会う場に、貴重の次女、大佐として同席し、光秀の腹の内を探る。光秀は、まさしく信長の考えを読んでおり、さらにはその先まで読んでいた。光秀は、浅井と朝倉が結んで織田に反旗を掲げることを恐れるが、 長政の愛を信じる信長には考えられないことだった。長政の愛を盲信する信長は、朝倉攻めを行うが、長政は思うように手柄が立てられないことに焦り、また女である信長の手のひらの上で動かされている屈辱のため、光秀の読み通りに朝倉と組んで信長に反旗を翻した。時は流れ、安土城が完成した際に、 信長から光秀に自分が王者であったことを打ち明け、信長が気づいた天下を光秀に譲るよう告げた。それに対して光秀が選んだ答えは本能寺の変であった。さらに時は流れ天下を統一した徳川家康の下を南高坊甘がいが訪れ、連れ合いの死を語るとともに、家康が信長を裏切ることのなかった理由を語り合う。 2009年6月5日から6月21日まで、東京の青山劇場、2009年6月26日から6月28日まで、大阪のシアターブラバで公演された。富士テレビ系列にて2013年4月5日21時23時12分、4月6日21時23時30分の2夜、連続のスペシャルドラマとして放送された。 制作発表当初は2012年12月に放送予定とされたが公式サイトで2013年春に延期と発表された。その後、4月5日4月6日の放送が決定した。また、2013年3月27日の制作発表会見では世界70カ国以上に配信されることも発表された。 放送時の平均視聴率は4月5日が8.9%、4月6日が8.7%で、あり、当初目標とされた視聴率20%を大きく下回った。映像ソフトの販売は2013年、ポニーキャニオンからディレクターズカット版2枚組がリリースされた。2021年現在、衛星派の再放送、動画配信サイトの配信は、今のところ予定はない。 ありがとうございます。